どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日もオキシゲンノットインクルード続きやっていきたいと思います。それでやっと鯨油のところが開通し、精油装置もあとは作るだけ。この金アマルガムっていうのがでも若干足りないような気がして、作る分には問題ないけど、どこで取ってたろう。これだ。これもしかしてヘドロのところにしかない。あ、ぽいぽい、そうらしい。なんて危険な金属。どうしようかな、これ。まあ後々必要だったら取りに行くしかないかな。今あんまり余計なとこに手はつけたくないな。もうここを作ってこの熱水をためよう。それがいいよね。ここに配管を移して、そして液体クーラー、これがオーバーヒートが125度だからパイプに移してあげて、あ、移してあげて、ここで設備自体から一緒に熱を放出するから、まあここで熱を放出してもまあ問題はないけど、ここに置いてあげて、こんなに話す必要なかったのかもしれない。まあでも温暖化怖いから話してよかったかな。あ、それで前回ところどころカクカクしてたのは Windows アップデートが裏で来てたみたいで、それが原因だと多分思います。あれ、上に何しに行ってるんだろう。いいんだよ、直してないよね。もう解体してもいいぐらいだよ。特に問題はない。ただこれが電、あー、ダイレクトに天然ガスを入れてあげないといけないんだ。めんどくさいな、それ。それかなりめんどくさい。いやー、ここから送ってあげようかな。まあ、どうせ天然ガスは余るしね。いや、でも素直にこっちの天然ガスを配置、ちょっと作ってみて、様子を見てからかな。どれぐらい出すのか。お、できてる。配圧パイプがから電線、なるほどね。これ原油を出すっていうことは、待って、配管、あ、この周りにどんどんこうバシャバシャ溜めるんだ。一応掘っといた方がいいかな、少し。でも多分それが賢明な気がする。一応掘ろうかな。あんまりでも危なそうじゃない。変わらないか、もう100度だもんね。ここまで行くと1600度だから危ないんだ。この辺まではギリギリ掘れる。もうもともと100度でしょ、だってこれ。これ機械壊れない？あ、そのために金アマルガムにしてるけど、あー、あんまり掘ると危ないかな。いや、でももう少し掘ろう。掘って少し油田をしっかり貯めれるようにしよう。
そして先に怪我をしないように給水パイプとかを作っておいた方がいいかな。少しずつ様子を 見よう。これはもう少しかな。この子のストレス何、どうしたっていうの、なんで腐敗病なの、どこに菌があるの、この辺、これでもどうしようもできないんだよな。この腐敗病、汚染酸素あるから、ちょっと除去してみる。なんか気休めなような気、ちょっと待って、炭素装飾、まあ一応気休めかもしれないけど作ってみよう。説明には書いてないんだけどね。これも7にしておこうか。いいね。で、そこが終わったら上2段を解体かな。どれぐらいの効果があるのか。あとどこだろう、病原菌。ああこの辺とかも必要なのかな。まあ、この辺の病原菌が減ってきたら試そうかな。でこれも解体かな。ここを掘ってほしいね。ずっとダメージ受けてるけど、これ黒曜石使うの危なすぎじゃない。すごいギリギリのものを使うんだ。へえ。マグマとかでも落ちたら死んじゃいそう。吹き上げてくるんじゃないのこれ。まあいいや、よくわかんないところはまだ触らないでおこう。ここも掘ってほしいな。そして今度は電気の配線を頑張ろう。ここで原油ができました。え、待って、あ、そっか、ここに貯めればいいのか。ここに貯めて、それをまた吸い出して電力にすればいいんだ。で、吸い出した電力は72度か。ここに発電したいな。ここで発電して、で、そうだね。ここで発電だね。ってことは上にも部屋を作らないといけない。電気が必要。やむないね、やむなしだね。で、ここはできたから、まず配管で、どうしようかな。一応オーバーヒート体制にしておいて。その他で
どうしようかな、液体クーラーにして。あ、そっか、これも金アマルガム使わなくてもいいのかな。125度だから大丈夫そう。ということはこの辺にタイルを作って、これ解体だったな、間違ったな。気流タイル、ここに網タイルわざわざ使う？もったいなくない？タイル作って壊せばいいだけの話。それで、これで冷却してあげて、配管で、あれ、インとアウトって白がいいんだよね。ちょっと待って、ちょっと待って。これ回転できないの？あ、回転できる。そしたらこれはキャンセルして、配管で、これにインしてあげて、これでどれぐらい冷えるのかな。これで直接冷えるんだったらもうここに送ってあげてもいいぐらいなんだよな。うまく冷えるかな、そんなに。これ何度下がるの。まず通してみよう。これ電気いる、もしかして。でももちろんいるよね。あ、いる。そうですか。若干誤算だけ、まあ仕方ないよね。こんな感じで。何度に冷えるのかな。それによって、あ、ガチャ。本日のガチャ。やることが多すぎて追いつかない。ダイバーの灰、すごく吸うってことね。暴食暴食バック、いやーどれもいらないけど、強いて言えばこれがいるから。まあそれで最近優先度分けてるからきっちり攻撃してくると思うんだよね。早めにやろう。これでどれぐらい下がるかだよね。すごく下がるんだったらダイレクトでこっちにここに入れてあげたいよな。綺麗かなこの水。お、頑張っておるね。うんうん、ここがまだだね。このパイプ外そうか。どれぐらい冷える。ああ出力先がないんだ。
それはまずいな。35度まで冷えるの？そしたらここに送ってあげてもいいんだよね。この水何に使おう？そんなにいる？とりあえず、いやわかんないな、わかんないから、とりあえずここで垂れ流そうかな。ちょっとどうなるかまだわかんない。様子見で。これ結構バクーの焼き魚が美味しく作れそう。まあコックいないんだけど、そのまま食べたんじゃない今。え、嘘でしょ。そのまま食べたような気がする。だとしたら怖い。建設不可。え、そんなことないでしょ。到達できるよね。いろいろ開拓待ちかな。食料の数もきちっと気にしながら、食材も大丈夫でしょ、食用も大丈夫ね。ここダメだな、鼓膜破裂する。まだできないの、しかも地獄のような作業これ。これ掃除した方がいいね。熱い熱い、怪我する前に早く全部掃除した方がいい。何度で冷えるの？でも41度。まあ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 、42度。まあ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 、まあ順番があるからね、優先度の。こればっかりは待つしかないね。ここに原油を作って、石油を電力に変換する。一度この部屋にやっぱり貯めればいいのか。なるほど。はい、それでは本日はこの辺で終わりたいと思います。早くコックが来ないとまた食料不足になりそうな予感がします。それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアミゴス。またねー。